えー、こんにちは。吉谷です、えー。高橋さん、ありがとうございます。今回、ドリームアカデミア、興味持っていただき,きまして、えー、ドリームアカデミアに興味持った理由、えー、吉谷さんの YouTube、ありがとうございます、まあ。相当動画アップしてるので、まあ、何を見られたか分かんないですけど、3000本以上にアップしてるんで、ありがとうございます。はい。で、抱えてる悩みということで、商品が作れないですと。と大丈夫です。商品を作る方法に関してはあの、ドリームアカデミアでもめちゃめちゃ教えてるんですけど、 あの結論ドリームアカデミアに入らなくても僕情報詳細完全バイブルってていう本を出してますあのそ,それ見ていただいても本商品の作り方が載ってますので、まあ、今回かなり特別なオファーで期間限定でこうやらせてもらってるのでほぼリスクがなくドリームアカデミアに入れますけれどもいやそれでもちょっとちょっとなっていう場合は本を買ってみてください。 本1900円なんでそこで載ってますから商品の作り方がはいだから商品が作れないっていう悩みに関してはその本読んだだけでも多分いけるんちゃうかなとは思いますただそのサポートとか受けたいっていう場合はドリームアカデミアの場合は25年間サポートをやってますんで、まあ、商品が作れない悩みに関しては、まあ、ほぼ120%解決できるんじゃないかなと思います まあ,あのわかんなかったサポート僕してますから。でしかも25年間なんで、これまあ商品が作れないっていうことは、まあ挫折しなければ作れますんで、一瞬で作る方法とかも、ドリームアカデミアで教えてますから、どういうふうにやれば商品作れるのかみたいなのも教えてますし、まあもちろん本でも書いてありますけどね。はい。ということで、まあちょっとね、えっ、ー、と、分 文面が少なかったので、まあ、これ以上ちょっと掘れない部分があるんですけど多分おそらく商品が作れないということはな何か持ってると思うんですよ何か武器をもしくはなんかそのなんかこれ,こ,れこんなのあんだけどこれ作れないなっていうことなんでこんなのがあると思うんですよこんなのがでこんなのがあるってことはドリームアカデミアには適してるのかなっていう既、まあ、に商品が作ろうとしてるこの武器的なのがあるわけじゃないですかこ,のこれをじゃどううやっってて売るのかっていう 例えば商品を作ったとしてもなんだこれに興味がある人を集客してないと売れないんですよねだ集客ゼロでこれ商品作ったとしても売れないじゃないですかだからこれは、えー、この今作ろうとしてる商品に興味ある人を集めたりとか、えー、メルマがやってみたりとか情報発信していかないとこの商品が売れませんのでそこもドリームアカデミアで教えてるのでうん まあ勉強していただけるといいんじゃないかなというところでございます。はい、であとですね、まあ、今回期間限定で特別なオファーさせていただいてるんですけれども、まあ、今回が、まあ、これちょっと動画とかでも言ったんですけども、一生やらないので、まあ、もし入るんであるならば、今回入っていただいた方がリスクなく入れるんじゃないかなと思います。でも、この、えー、オファーは絶対やりません。絶対やらない。はい、と決めました。 これリスクを取りすぎたので、えー、もうちょっとやらないですね、はい、でも、まあ、あとはまあ決めていただいて、えー、別に入らなくてもいいのでただまあ入らないと、まあ、もし今度入りたいとなった時はもうこのオファーはやりませんのでまあ入りたいんだったら今入っといた方が、まあ、リスクなく入れるんじゃないかなというところでございますはいまあもしご縁がありまして、えー、やっていきたいということであるならば25年間長いお付き合いになると思いますがよろしくお願いします ではですね、えー、メールの方をご確認ください。ありがとうございました。